パルミチン酸アスコルビルとは、パルミチン酸とアスコルビン酸とのエステルである。L アスコルビン酸パルミチン酸エステルなどの別名が存在する。俗に、使用性のビタミン C と説明される場合があるものの、それは、体の外での話に過ぎない。蛍光投与した場合には、吸収される前に、ビタミン C の部分が外れる。パルミチン酸アスコルビルの化学式は、 C22H3857 であり、従って分子量は414.5である。パルミチン酸とはヘキサデカン酸のことであり、つまりカルボキシ元にペンタデカンが結合した構造をしている。カルボキシ元は水溶性だが、比較的長い炭化水素差であるペンタデカンは使用性であり、分子全体で見るとパルミチン酸は使用性を示す。 もう一方のアスコルビン酸は水溶性だが、アスコルビン酸が持つ水酸元の一つに、パルミチン酸が持つカルボキシ元がエステル結合した構造をしているため、パルミチン酸アスコルビルは使用性を示し、ほとんど水には溶解しない。アスコルビン酸には水溶性の酸化防止剤としての用途もあるわけだが、パルミチン酸アスコルビルは使用性の酸化防止剤の一種として、 食品添加物として用いられる。加えて、医薬品の酸化防止剤として利用される場合もある。これは、パルミチン酸がエステル結合しているアスコルビン酸の水酸元が、アスコルビン酸の酸化されやすい箇所との関係性が薄いため、エステルの加水分解を受けずに、パルミチン酸アスコルビルのままで酸化防止剤として作用できるためである。E 番号304を持ち、 EU、アメリカ合衆国、オーストラリア、ニュージーランドでは食品添加物としての利用が認められている。なお、単に栄養強化剤としてビタミン C 源として用いる場合もある。パルミチン酸アスコルビルは経口摂取した場合、血流に吸収される前にパルミチン酸とアスコルビン酸に分解されることが知られている。アスコルビン酸はビタミン C として利用される。なお、 パルミチン酸は脂肪酸として利用される。例えば、日本では緑茶飲料の酸化防止剤として、アスコルビン酸が添加されている例が散見される。アスコルビン酸は酸化されやすい物質の一つであり、自らが酸化されることによって他の物質の酸化を妨げる。アスコルビン酸が酸化される際の分子内の電子を動きを考えれば、パルミチン酸アスコルビルのパルミチン酸が エステル結合している部分はアスコルビン酸の酸化防止剤としての機能に関連性が薄いことを理解できるだろう。詳細は有機化学などの分野を広く参照し、化学反応の際の分子内の電子の動きを学ぶこと。スタンフォード、ニコラス PJ、スタビリティ、トランスダーマルペネトレーション。 アンドキューティニアスエフェクツオブアスコロビンアシュットアンドイッツデリバティブズジャーナルオブコスメダーマトロジー11三百十三百十七ドイ十点一一一直度一万二千六プミド二千三百十七万四千五十五アスコルビル六ポミテトアスコビルポミテトエビーデリッターイ、e、ー公園エヌルビンエスイチフィジオロジックアベイラビリティオブディハイドロエル アスコロビンアシトパルミトイルエル。アスコロビンアシト。サイエンス113、628、631。ドイ、10.1126。サイエンス、113.2944、628。プミド14845,692。ABL ア,アスコルビン酸、パルミチン酸エステルハット UK フード、スタンダーズエージェンシー。 カレント EU アプローブドアディティブスゼアー E Numbers 2011年10月27日閲覧 US Food and Drug Administration Listing of Food Additives Status Part I 2011年10月27日閲覧 Australia New Zealand Food Standards Code Standard 1.24 Labelling of Ingredients 2011年10月27日閲覧。ありがとうございます。